こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キネオファンタジア始めていきましょう。私が頑張らなくちゃ。私が頑張らなくちゃ。ゲームは好きだけど、まさかこんな世界に。おはよう。それからいつも通りです。いい感じよ。順当な結果だ。頑張ってるわね。言っただろ、心配すんなって。すごいわ。さあ特訓だね。お使いですか。行ってきます。行ってくるわ。すみません。わあ、ありがとうです。とても助かりました。サマーライトリゾートイベント S が持ち込まない。開放で使えるようにもっとみんなの写真を撮らないと。今のおすすめ。また来い。元天水着を着てみたけど大丈夫？仮説。それはない。あのお、あうん、これそうだね。ねえねえ、よかったわ。わかったわ。あのお燃えてますどうだ。そうね。おキュン。おうん。
エヴァっぽい。LCL に飲み込まれてる時の保管計画のエヴァっぽいな。水着を着てみたけど大丈夫？変じゃない？九節驚いたな。びっくり。びっくり。はい。ああ。なんだと。覚えて。うん？水着を着てみたけど大丈夫？変じゃないかしら。即性怖くない、怖くない。すまない。そういえば、ああ、すごーい。浮き心があるからな。そうね。やったー。お、かわいい。まあまあね。だな。素敵ね。
孤独。はーい。じゃあ。お。まあ。一万円多いですね。シャミ子アンドモモ、どうでしょうか。そしてヨシコ、うん、いいと思う。嬉しい。そうだね。リョウもお姉を手伝う。技で行ってみよう。守りもしっかりしなきゃ。助太刀痛そう。まだまだこれからだよ。どうかな、聞いたかな。やめて。覚悟してもらうぞ。ないから。守りもしっかりしなきゃ。心の壁。負けませんよ。心配はいらないです。決めちゃっていいかな。行くよー。さあ、トロピカルビッグウェーブ。私から行きます、うん、皆さんのおかげです。確かにな。へへー、歯学部の桜井よ。地質学に興味がある人は歓迎するわ。注意説。なるほど。木の向こうにアイアンキング。いや、うん、どうだ。ええ、思うに。そうか。そうね。どうだ。多分だけど。それでいい。え？みかん発射。うん。なるほど。そうだな。承知。お、何？
そうね。そうですね。さっき花子いたよな。水着を着てみたけど大丈夫？土属性。おや？はい。そうです。掘ってる。あ！あ。お？本物。当然。私たち？え？もう。え？あ。こいつらが偽物か。あ、待ち合わせ。偽物？ふうき。ふっ。気に食わん。いろいろ来たな。ヤッホー！マジかよ。まあ！
亮曰く。大事やね。海に遊びに行くなんて面白い体験よね。次は決戦。超えてしまうのか。そろそろ行きますよ。ではせぬ。
よし。負けませんよ。これなら。心配はいらないです。応援の力はすごいんです。どうぞ皆さん私を盾に。悪いな、思いっきり行くぜ。任せてください。攻撃力アップするんですね。結構武器使えそう。誰も怪我させません。心配はいらないです。体がついていきません。はあ、平気です。ほら手貸すから頑張りな。身内。えい。これなら。これ使います。平気じゃ済まさねえぞ。よっしゃ、勝った。幻。あれ？うんうん。ああ。すまない。シナリオクエストクリア。今日は少し励みすぎたでしょうか。もう体が。宝箱2つ取れる。こっちは今だけ。石がありますね。少し頼み事。8、4以上4か。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。
鍵の手入れをして、あとは、早朝、早起きは三文の徳。こっちは今だけ。キルビーウェブの星結晶、結晶。交渉成立。いつものか。交渉成立。交渉成立。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。日に焼けやすい。ABT 次だ。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。はい、というわけで、サマーライトリゾートシナリオクエストを完了いたしました。元天文部で今は地学部の森野です。将来の夢は宇宙飛行士になること。とはいえもう時間がほとんどありません、うん、まあ収集クエストできるかどうかですね。まあ、できればやりたいと思いますので、また、見に来てください。そしてよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。キララファンタジアのまでの動画のプレイリスト、説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。そしてブログ、ツイッターやっております。こっちは今だけ。お、なんか来た。
早朝、早起きは三文の徳。今のおすすめ。交渉成立。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。